嬉しいっす。でまたあのたこ焼きのメンバーでバスケットができるんで楽しみですね。ちょっとまあ半年ソムシーから離れて、またあの新しいメンバーも入って、新規にて、たこ焼きボーイズ第2章として、まあ負けないでしょ。サクッとスタッフに勝って、またあのコートで立ってみんなでプレーしたいと思います。オスです。頑張ります。去年はちょっと英語打って落ちて、サムシティええかなって正直ちょっと思う時になってんけど、やっぱチームメイトとかなんかいろいろあって、とりあえず優勝してないから、俺たち優勝しかしてないから、やめにやったら優勝してからやめようかなっていうのを決めたから、まず優勝するまで、まずはレギュラー危なげなく戻って優勝してやります。自分のためやったらなんか頑張られへんから、まず誰かのため、チームメイトとか応援してくれてる人とかのためにって思ってやろうかなと、心機一転今年からは。お願いします。